私がいます。こうですか。そんなの授業を受けるために決まってるじゃないですか。さあ他のみんなを呼びに行きましょう。私たちの部屋は手前からいつき、私、そしてミク、ニノ、イチカの順番です。大丈夫ですって。いつきはすごく真面目な子です。よほどのことがない限り協力してくれますよ。嫌です。そもそもなぜ同級生のあなたなのですか。この町にはまともな家庭教師は一人もいないのでしょうか。気の迷いです。忘れてください。5人いれば一人くらいこうなりますよ。ミクは私たちの中で一番頭がいいんです。気が合うんじゃ。いや、なんで同級生のあなたなの。この町にはまともな家庭。次行きましょう。ニノは人付き合いがとっても上手なんです。すぐに いないのかな。大丈夫です。まだイチカが残っています。イチカは驚かないでくださいね。人の部屋を未開の地扱いしてほしくないな。もうまた散らかして。まさか君が私たちの先生とはね。それでいつきちゃんを。ああダメダメ。服着てないから照れる。四つ葉、その辺にある服適当にちょうだい。勉強勉強って。せっかく同級生の女の子の部屋に来たのに。それでいいの。聞きたいことがあるの。私の体操服がなくなったの。赤のジャージ。さっきまであったの。来る前はね。と。おーい。クッキー作りすぎちゃった。食べる？ことパズスタート。真田、雪村、いい感じね。すごい、やりましたね。つながりました。そうね、いいですね。武将しりとり、雄造寺高信と上級者ですね。それ、つながります。コンボコンボ。課題クリア。次もサクッとやって赤色を消しましょう。ドンベコンボコンボ。すごい、やりましたね。真田、雪村、なんと武将しりとり、雄造寺高信、頑張りましょう。このパスクリア。クリアボーナスです。パズスタート。
るぞ。コンボコンボ、いい感じですね。つながりました。これでどう？コンボコンボ、武将しりとり真田滝村、コンボコンボ、行きます。いいですね。なんとコンボ上級者ですね。それそうね、やった。熱い。このパスクリア、クリアボーナスです。やりましたね。大成功です。